あえて今開封します。はいどうも、ポケカの時だけなぜか引きが強い男、シャマと申します。ということで本日は GX ウルトラシャイニー、いやこれもうめちゃくちゃ懐かしいですね。当時1パック500円ぐらいで発売されて、イトーヨーカドーにね、なんかねすごい列ができてたのを覚えてるんですよね。1年前だったか2年前のまさにポケカブームの時に出たパックですよ。私の記憶だとね、カプテテフとかね、当時めちゃくちゃ使いたいカードがモリモリに入ってると。ご覧の通り、表紙の通りですね、黒いレッグーザが入ったりだとか、あとはブラッキーですよね、結構人気どこだとね。そしてこの黒いリザードンです。この色違いリザードンがね、まあまあめちゃくちゃ人気よ。私リザードンに関してはなんか前からね引けたりするので、引けるんじゃないかと、ということでね、こちらなんとプレネ2万円で購入させていただきました。高いですが当てればいいんです。当てればね全然安いんでね。久しぶりのウルトラシャイニー行きましょう。S だったかな、スターだったかな、なんかすごくね、可愛い加工が入ったポケモンがね出てくるんでね、それも期待ですね。はい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 、アローラダグトリオ、ゴールドラッシュだからね、これ絶対来るでしょ。はい、もうこれ価値格です。不思議だね。いや可愛い、そう可愛いんですよ。ポケモンカードね、結構昔のポケモンも入れてくれたりするんだよね。完全に我々の世代を狙ってきてます。はい、あ来た。はい、レッグーザ GX ですね。まあ、これは入ってます。このねダブルレアだったっけ、RR って書いてある、このレアリティはね全然出ますんで、はい、まあ、でも強かったな。はい、レスキュータンか、あっ使ったわ使ったわ、懐かしいな。自分のトラッシュにあるポケモンを、相手に見せてから手札に加えるってね。うん、ほんとこれがシンプルなんだけど強い。あっと、これ大丈夫か。UR のカプコ結構は悪くないんじゃないかと思いつつも、 UR 枠が出てしまいましたね。はい、この金色に光る、UR レアリティですね。色違いは別であると信じたい、じゃないとこの瞬間動画終わりだからね。こっちの GX の方はあんま使ったイメージがないな。回転飛行の方のカップコーキーは結構使ってたイメージあるんですが、ポケモンのこの UR 加工結構好きなんだけど、意外と安く買えるんだよね。おお、大丈夫かこれは、大丈夫か、出ちゃった出ちゃった。広瀬すずも使っていた月光川 GX ですね。月光川は私の天敵というか、まあ水ポケモンだしな。私リザードンしか使わなかったんでね。かっこいいとは思うんだけど、ちょっとこれでリザードン出なくなるときついぞ。しかも割と早い。もう一枚出ると信じたいね。あ、アローラロコンだ。これもノーマルの割に一時期1枚1000円ぐらいまでいったのかな。ゾロアーク GX が確かなんか好きなタイミングで、ドローみたいなことができた気がして、うん、それのね卵ですよね。電樹木 GX、 おー、これも外れパック。さあ、ミミキ満タンの薬、カットロトム。はい、ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。ちょっと後ろらへんなんかちょっとしょぼくなってきた。あー来た、グーズーマー。グーズーマーも一時期2000円ぐらいまでいったっけ確か。相手のポケモンを入れ替えて、ベンチと入れ替えて、自分も入れ替えるっていうね、まあ使う側が断然有利なカードですよね。ベンチから引っ張り出して攻撃はね、さすがに、必須でしたねこいつもね。結構少ないんですよパック数が、もう残り4パック。うん、もう色違いが出ないならレリーフっぽい加工がしてあるね、 S ってやつですね。あれの人影を手に入れたい。やばいやばいぞ、なんか不穏な匂いが、不穏な匂いがする雪のなるほど、ここで終わってしまうのかい。あっ、ベベノム、さあ出てきました。この S ってやつがね、ワンボックスに1枚だったかな、入ってるはずなんですよ。集中線みたいなのがね、すごくね、レリーフっぽくて綺麗なんですよね。よく近くで見ていただくとね。これの人影が出れば、私はもう幸せにね、今日は寝れると思いましたが、ベベノム。まあ、こいつも可愛いんだけどな。お、シェミープリズムスター。はい、フラワーストーン。これも当時は欲しかった。当時は欲しかった。
月光が、あー月光ががダブル B ストリングミステリートレジャー、あいいぞいいぞ、なんかグッズはめっちゃ強い気がする。アローララッシー、この躍動感ですよ、これですよ。これよく首飛ばないね、これね、この角度で首振り回してもいけんだ。ということで残り2パックです。いやこれはもう奇跡を信じるしかない。ゾロアクジェクス出た、取引。はい、自分の番に1回使える。手札を1枚取らしして、その後山札を2枚引く。あ、そっか、2枚引けんだっけこれ。あ、強欲な壺みたいな感じだね。うん、1捨て強欲な壺強いよな。しかもこれどのタイミングでも使えるからね、ポケカの場合はね。このライオットビートがね、自分の場のポケモンの数かける20なんだけど、意外と結構ダメージ出してくるんだよな。ドローするだけでもめっちゃ強かったイメージがあるんで、はい、これトラウマです割と。残り1パック、はい、ここで当てないといけません。私はもうリザードン当てて今日は寝る。朝の今11時ですけど、今日もうリザードン当てたらもうこの後何もしない。はい、リザードン当てたら何もしない、仕事しない。イワンコ、アチャモ、リオル、もう来る、もう来る、もう来ます、もう来ます、リザードン GX。 いや分かんないよ、分かんないよ、分かんない、分かんない。ちなみにこいつの PSA 銃なぜか持ってます。ここ、おいフェロチェ、なるほど、飛び膝切り。普通さ、ポケモンってまあ2年に1回とか3年に1回やるでしょ。私の場合はね、ここ1年間でサファイアからサンムーンまでを一気にやったんですよ。だからね、記憶が曖昧なんだよね。どれがどれに出てきたか分かんないんだけど、フェローチェだけはなんか覚えてる。はい、ということで行きましょう。次、おーちょい、はい、しょい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 、カウンターキャッチャー、これ私めっちゃ好きだった、これ私めっちゃ好きだった。このカードは自分のサイドの残り枚数が相手のサイドの残り枚数より多い時にしか使えないけど、相手のねやつを入れ替えられるっていうね、ひたすらもう相手のねポケモンをひょいひょい出してきてリザードンで叩くと、これが楽しくてね、私はポケモンカードに一時期ハマりましたよ。そんなカードが今出た、これはもう今日は勝ちということでね、いいんじゃないでしょうか。ちなみにこのカウンターキャッチャーってカードめちゃくちゃ強いって言ったらね、すごいポケモン強い方、あの YouTuber ですよ、あの壇ノ浦さんにですね、カウンターキャッチャー強いっていうのはすごいですね、カードゲームの才能ありますねみたいなことを言ってもらって本当に嬉しかった。だから勝ちです今日は。ということで無事ね、月光ガーを引くことができたというか、こいつ天敵だったんだよな割とな。リザードン再挑戦してほしいという方は高評価を、そして私はリザードン持ってないよという方はチャンネル登録お願いします。リザードン持ってない方の人の方が多いでしょう。コレクションとして結構ポケカ好きなんですよ。レリーフが綺麗だしね。まだ集めていきたいと思います。まあ、地引きするとなんか愛着湧くよね。ということで、シャマでした。さよなら。